佐藤美希恵子です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。回復。何のことかわからない方、ツイッターとインスタですね、私ちょっとつぶやいたんですけど、夏風邪になりました。熱も出て久しぶり。本当にこれだけは言いたいんですけど、昔はマジで1年に1回も具合悪くなることなかったのね。でもさ、で、YouTube さ、どんぐらい具合悪い動画上げた？本当にここ最近さ、具合悪くなること多くない？こんなに私ってひ弱だったっけと思ってさ、悲しくなってきて、だからもう決めました。皆さんの前に本当にちゃんと言わないとと思って、ここで宣言させてください。私はこれから毎日ジムに通うことにします。嘘だよ！そんなの行くわけないだろ！誰？運動不足なの。私でーす。運動不足、絶対運動不足だよね。で、ですね、それでまあ、そんな感じで、ぐるぐるぐる。で、やっとね、夏風邪がね、治って、よっしゃーみたいな、元気いっぱい、マリマリと思ったら、今度次ね、花粉やってきたの。は？椅子取りゲームか？私が今ね、夏風邪に集中してる時は、一切花粉症の症状なかったのに、その夏風邪の枠が空いて、私が元気になった途端に、あ、すいません、次いいっすか？ちょっと結構待っちゃったんで、いやーずっと来たかったんすよ。すいません。あ、じゃあもう次僕で。あ、結末にまた俺の次の順番で待ってもらって。すいません、次俺なんで。すいません。多分もう体がマジで夏風邪に集中してて、夏風邪終わった瞬間花粉症の症状大丈夫。おーい。めちゃくちゃ鼻水出るんだけど、花粉症でしょ、絶対これね。私はわかんないもん、長年生きてきてもうわかりました。これね、花粉症です。はい、花粉症です。それか、もしくは、引っ越しの準備してるからだ！皆さん、引っ越しすることになりました本当に。もう、この一年、本当にお世話になりました。みたいな。もうだからもうこの家で撮れることはもうありません。もう最後ですよ、みんな。急になんだけど、引っ越しすることになったの。ほら、見て、何かいなくない？そう。大好きなワンちゃんはもう、梱包しちゃいました。生きがいにしては偉いんだけど、着々と、ちゃんと段ボール詰めて、もう、ちゃんと準備してるから。本当に。ということで、本当にこの家ではね、なんで引っ越しすることになったのかっていうことなんだけど、まあ、とりあえずね、引っ越したことだから、引っ越し祝いをここで食べちゃいましょう。2つ買ってきました。あはははは。1個は、きな粉のバタークリームケーキ。で、もう1個は、ザ・キャラメルだって。どっち食べる？お祝いだからね。これはお祝いだから。きな粉のバタークリームケーキ。あ、こっち期間限定なんだ。こっちは？まあ、こっちは定番だよね。じゃあこっち食べまーす。もう本当にね、でもこの家大好きなんだよ。本当に虫が出ることと、大家さんが出ることと、あと、まあ、虫が出ること以外は本当に大好きなのね。もうなんかこう、温かみもあるし、本当に大好きで、カーテンのかけるところがね、もう本当に壊れてて、勝手に日光に照らされて、パリーンみたいな感じで勝手に割れてんのね。どんどん割れちゃって、今かけるところね、3個ぐらいしかないの、寝室のカーテンが。だからさ、お化け屋敷みたいになってるカーテンがね、こんな感じで、全部こんな感じになっちゃってて、そんな感じで、そういうところ以外はもう全部大好きなんです。本当にこのお家大好きなんだけど、もうそろそろお引越しと思って、お引越ししまーす。今までありがとう。とりあえず乾杯しようか。みんなこれ見たら食べたくなるでしょ。あ、きなこクリームソーダ匂いする。乾杯。はい、おいしい。ハーゲンダッツのこのタイプめっちゃ好きなのにさ、いつも忘れちゃうの、影薄いから。わかる。なんかこういう系はさ、もう堂々としてるじゃん。俺一軍ですみたいな感じで。でもさ、こいつらさ、結構これ本当に美味しいのにさ、なんか炭の方でさ、縁の下に力持ちみたいな感じとかあるじゃん。もっと前に出てきていいんだよ。影薄いから忘れちゃうよ、君たちのことを。でもたまに食べると本当に美味しい。ミルクティー味が一番美味しいかも。うん。引っ越しがさ、初めてだからさ、
いつも家族がやってくれてたじゃん。だからさ、自分で引っ越しするの初めてだからさ、なんかよく分かんなくて、なんかさ調べたけどさ、なんか次はこれしましょうとかは書いてあるけどさ、なんか立ち合いって分かる？みんな退去するときにさ、あ、傷ここにありますね、はい限定、はいここ汚れ限定みたいな感じのそのさ、退去立ち合いみたいなのあるんだけどさ、それをさ、うち間違えて引っ越しする日の前の日に設定しちゃったの。家の中に物がもう溢れまくってる状態で大家さんが来るっていう設定にしてたから、まあ大家さん的にもさ、傷はここにありますねとかできないってことよ、うちの場合は。まあ段ボールとかも積み上がってる状態で大家さんが来てさ、どうやって立ち合いするんですかっていう感じで、だからもう間違えましたってって変更してもらったんだけど、もう本当にそんなことがいっぱいあってさ、あとさ、粗大ゴミ何あれ、本当にみんなやってるね、本当にみんなちゃんと粗大ゴミのさ申請して、でゴミ収集のとこにちゃんと粗大ゴミ持ってってる、それだけ教えて。本当にみんな粗大ゴミのさちゃんと予約してやってる。うちさ、こんなに粗大ゴミのやつって本当に大変だったかなと思ってさ、こんなになんか、なんかさ、30センチ以上は全部粗大ゴミになるらしいんだけどさ、え、これどうやって運べばみたいな。本当にさ、例えばね、郷ひろみさんとかもさ、あの引っ越しするとき、粗大ゴミ出るときさ、ちゃんと自分でさ、申請してんのかな。コンビニでさ、あの粗大ゴミの券とか買ってんの、郷ひろみさん。BTS のさ、ジョングクさんもさ、ちゃんとさ、電話かさ、ネットからさ、なんか申請してさ、で、わざわざコンビニでさ、あの粗大ゴミシールやってさ、ジョングク、あの、イニシャル書かなきゃいけないから、JJ? あいな、びっくりだよ。マジで、虫さん以外は本当にいいところなんですよ。本当に大好きなんだけど、まあ、新しい家もたらひび。マジでこの家に来た時もさ、まずそもそもソファーが入らない事件あったよね。ソファーが、これ今このソファー2台目なんですよ。1台目のソファーは買ったのに入らなかったんですね。横幅が2メートル30センチのマジバカデカソファー間違えて買っちゃって。で、まあ、ヤマトングさんに来てもらったんだけど、ヤマトングさんが、あ、これ入らないですねって言われて、玄関のとこで、えみたいな。え、あ、え、あ、縦にして、みたいな。廊下がもう入らないと言われて、えみたいな。え、じゃあ、こう、ちょっとこう、キュッてやってください、みたいな。ほら、あの、ソファーってこうさ、ね、ファブリックだから、ここ、もにょもにょするでしょ、ちょっとこう、もよっとして、廊下を通してくださいって言ったら、あ、それはできないですね、みたいな。壁とか傷ついちゃうんでみたいな言われてさ、全然いいですみたいな、全然傷ついてもいいで入れてくださいみたいな、あ、無理っすねみたいな、わ、どうしようみたいな、どうしても欲しかったからさ、あ、じゃあ足着てくださいみたいなとかさ、あと洗濯機だよ、洗濯機が設置100円プラス100円払えばね、設置をねしてくれるところまでやってくれるっていう設定だったのに、うち間違えて100円払うの忘れちゃったから、普通洗濯機がねその日来て、配達来ましたみたいなね、 ありがとうございますみたいな、したらここ置いときますねみたいな言われて、玄関にそのまま置かれたから、あ、すいません、あの奥まで設置まで、あそこなんですけど洗濯機置き場、あそこまで置いてもらえますかみたいな、わあ、すいません、私たちの会社は玄関以上入れないんですよみたいな言われて、私はハルクじゃありません、ハルクじゃないから、洗濯機置き場まで洗濯機を一人で腕力のように運ぶ腕力は腕力なんですと思ってさ、プラスもう5000円ぐらい払って業者さんに来ていただき設置していただきました。大変です。まあ本当にこのお家大好きなの、なんでかっていうと、目の前がね、なんか大家さんのお庭なのね。だからもうほんと木々が生えてて、まあだから虫が出るっていうのもあるんだけど、もう季節色とりどりって感じだよね。四季折々の、折々折々。で、夏はもう死ぬほどいろんなよくわかんない野鳥と異国の鳥がたくさん来るのね。で、朝はもう本当に可愛い鳥の声で目覚められるの。なんか、ぴょ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 。秋は金木犀の木だから、目の前にあるのがね。もう窓開けたら金木犀の匂いがブワー入ってきて、もう家中が金木犀の匂いになって、本当に幸せなの。で、本当にもう幸せな木匂いで包まれるし、で、冬は冬で、雪が降って、めちゃくちゃ可愛い雪化粧みたいな感じの、なんかもう森みたいな感じになるわけよ。で、春ね。春は、うぐいすくの、ほうほうけきょうみたいな。え、可愛いみたいな。もう、ま、普通に目の前でほうほうけきょういんだよ、窓から。え、ここからだよ。え、これはこうだからね。
え、こうやって見れるんだよ。普通方法結局ってさ、あのわざわざさ、なんかこう奥地に行ってさ、でバードウォッチングとかさ、なんかこういうのを見たりとかさ、なんかこういうのやってみないとさ、見れないぐらいの方法結局じゃん。普通に家からこうだからね。普通に家がこうで方法結局なの。でもうそれも最高やん。まあ、春もそんな可愛い鳥たちがいっぱい来て、もう幸せな空気を運んでくれるの。目の前が庭ちゃんだから、まあもう本当に綺麗な庭だから、あの虫ちゃんが出るんですよ。でもうそんなね、ああ、わかったわかったみたいな。もうどうせなんかこんぐらいのさ、可愛い虫でしょって。でもなんかこんなとかこんなとかこんなとかでしょって思ってるでしょ。それではね、皆さん、画像をお見せしたいと思います。ちょっとね、虫ちゃんが苦手な人はね、飛ばしてください。あの、今から画像が出るんで、私がこの間遭遇したやつの写真です。どうぞこちらです。ここ、日本ですか？アマゾンです。マジでこれがね、ここにいたんだよ。ねえ。うちその時さ、一人でさ、ご飯食べてて、こうやってパク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 って。で、それで、なんか視線感じるなと思って、6個ぐらいの目から。で、なんか、なんだろうと思って、パッと一緒に見たら壁にね。うちその時に、って言っちゃったもんね。はい最近。このね、写真をね、ママとパパに送ったんですよ。そしたらね、あ、それは二人とも同じこと言ってたのね。あ、それはゴキブリ食べてくれる虫だからよかったね、みたいな。さすが夫婦。そういう問題じゃねえんだよ。なんでさ、でかい目のさ、あの雲見るとさ、あ、それゴキブリ食べてくれるやつ。だからなんですかね。だからなんですかね。めちゃくちゃ殴られた後にさ、でも可愛いネイルしてるよ、みたいな。だからなんですか、全然フォローになってないんですけど。こっちとら。ねえ、マジでそんなことどうでもいいから、私はそのとにかく撃退しなきゃということで、私の家に入ったことを後悔させてやろうと思って、お世話になっている武器紹介したいと思います。まずこちら、これですね、虫コロリアース。これめっちゃ使ってるんだけど、これのね、あのめっちゃクレームポイント言っていいですか。本当に怒ります。あのさ、虫の写真をさこれを使うやつのこと考えてよ。アースさん、これを使うやつのことを、これ使う人っていうのはね、虫が嫌いね。でも、自分で倒すしかなくて、しょうがなくて、本当に藁にもすがる思いで虫退治するような人ばっかりなんです。なんで虫の写真を使うんでしょうか？ね。虫が本当に嫌いで苦手で、本当にもうしょうがない。本当に見たくもないです。本当に触れません。もう怖くてしょうがないっていう人がね、使うものなのに、ね、虫がすごい。しかも、まあまあリアル。ね。ここにも、ここにも、ブワーっていいのね、虫の写真が。うわ、痒くなってきた。これを毎回さ、手に取らなきゃいけない気持ちも考えてください、アースさん。ねえ、こんな虫いて、で、これをね、もうマジでこれ、ノズルもまあまあ、ちょっとまあ短いんだけど、でもめっちゃ、あの、噴射はまあまあいいからさ、これの何がいいかって見てください、ここに。待ち伏せ効果1ヶ月って書いてあるんですよ。これを使うことによって、1ヶ月虫が来ませんよっていうね、効果らしいんだけど、嘘です。来ます。デカグモにこれをね、噴射したわけよ。プシュって。で、今までのね、私がね、この家に住んで、まあ1年ちょっとなんですけれども、学んだことがあるんだけど、これぐらいの、もうマジぴょんぴょんグモは、これを、もう一噴射でも、はい、天国。あいつは、あのデカグモは、マジで、一噴射しても、マジなんともびくともしないの。C 社かな？うわっ！こいつやばいみたいになって、もう、早くでもさ、あんまりさ、こう、じわじわと死んじゃったらかわいそうだから、もう一気に死なせてあげようと思って、ってやっても全然知らないの。全然一生うわこれこれみたいな。マジでうざく、全然ピンピンしてて、マジでこの部屋がね、避難訓練みたいになってきちゃって、もう煙がもうすごくて、マジでうちもさ、こうやってやってさ、うわってやりながらさ、一緒プシってやってんだけど、マジで一緒、どんだけ近くでやっても、マジ全然ビクともしないのに。え？みたいな。なんでしょう？みたいな。普通だったらちょっと、うえとか、なんかノーダメージなのね。どっちが先にくたばるかみたいな。もううちと、もう雲の大接戦。うわってやって、一緒やって。そしたら、もうマジ一貫使い切るぐらいに、ようやくマジでちょっと、うってなって、ポトンって。落ちて思い出しただけでもうやばい。普
通さ、みんなわかる、雲ってさ、なんかちょっと死んじゃったって言ってさ、マジ2分の1ぐらいの大きさに、ね、縮小するんだけど、マジあの大でかくそ雲はそんなだったんだけど、ちっちゃくならなくて、全然これぐらいのしかね、全然ちっちゃくならなくて、もう何これだろう。洗濯物だったら優秀だけど、マジ今は縮んでほしいわけよ。全然縮まないじゃんと思ってさ、うわ鳥肌立ってきた。うわあそこが事故現場でさ、あそこ、うわまあだからですね。だからね、私引っ越しするんですよ。ちょっとここはもう事故現場があるし。もうそういう感じで本当に大好きなんですけど、この家は。目の前が本当に可愛い綺麗なお庭だからさ、本当に最高なんだけどさ、なんかベランダからね、ドーンみたいな、カタ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 ドーンみたいな音して、もう絶対人が来たと思って、もう絶対誰か侵入しようとしてると思ったから、もう携帯持って、それでカーテンシャーって開けたら、ハクビシンが。いやいや。こっちの顔なんだけどこっちがえみたいな、こっちがその顔したいのに、向こうがなんかむしろ新人みたいな顔してきやがって、お前が新人でしょねえ、あなたの方が先に住んでた感じみたいな、え、あお前新しく帰ってきたけみたいな、うわお前なんだ、もう新しい住人、結構生ゴミとか捨てちゃって大丈夫だよ、めっちゃ可愛いの、でも全然しかも人慣れしてて、えタヌキかなみたいな。普通にちょっとまあデカめのフェレットとして飼えるかなぐらいの。え、普通に飼いたかったんだけど、まあちょっと飼っちゃダメということで飼えなかったんですけど。あ、ちなみにこのデカサボテンもですね、あの、向こうの次のお家にお引っ越しするんだけど、引っ越し屋さんが、あ、このデカサボテンも持ってきますかみたいな言われて、あ、はいみたいな。あの、ちょっとあの植物は保証ができなくて折れちゃったりしても、あの、こっちは保証できないんですけど大丈夫ですかみたいな言われてさ。折れたらやだ、折れるのはやだ、その時は普通にさ、あ、はいみたいに言ったけど、折れるのはやだ、そんなやだよ、どうしよう、折れるのは困る、こんな可愛いデカサボテンちゃんがさ折れたら結構悲しいんだけどねえねえ。ということでみんな、このねお家でのね YouTuber 最後になってしまいます。あ、思い出のお家さよならです、みんなバイバイ、次のお家も楽しみにしてってね。ちょっと模様替えしようかなと思ってるから。まだ引っ越してもらえる模様替えって言うのかな。77歳のさ、大家さんにさ、挨拶しに行ったわけよ。一応引っ越すからさ、ありがとうございましたね。ちょっと引っ越しすることになりましたって、ね。本当にこのお家も大好きで、本当に優しくしてくれて、仲良くしてくれて、みたいな。ありがとうございましたみたいな。結構ね、マブダチだからさ、本当にありがとうございましたみたいな。伊藤さん。あ、はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、また。はーい。切り替え。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。